どうもロシングルです。フレームドコレクションやっていきましょう。現在2をやっております。なんと少女藤子ちゃんがビルから落下してしまって、私一人で登らなければいけない、無事でいてくれよってなわけで、回転系ですね。こっから登るから、ここはいいんだ。違う、多分ルートを変えなきゃいけないんだな。これやるとルートが変わるから。これ何をやっても無理じゃね。いいのか。ダメだ、真ん中で落ちる。困るんですが。真ん中ってことはルートをわざと変えてあげなきゃいけないってことかな。端っこ、これならいきなりここになるかな。ちょっとわかんねえな。この状態だとどうスタート。届かねえってことはこうやって、これだとどのラインに行くんですか。横、まっすぐ行きちゃう。なんだ、草掴んだぞ。おもろ。じゃあこれ何、これなんだ、これ草絡めるのかな。やるかどうか見てみようか。よいしょ、ツルを掴んで上行って、うまいことツルを掴んで、行っちゃった。行っちゃった。違うんだよね、そういうことじゃねえんだよね。ってわけでどうしたってこうしないといけない。ってことはルート的にこっち側に登るようにするから、これでこうかな。行っちゃう、上行っちゃダメだよ、それはダメなんだ。こうかな、こうかも。これでいけるんじゃない。真ん中でロープをゲット、そしてそのまんま上行ってロープで上がって、でよいしょ、これで横に、怖い、気つけてね、気つけてね。いけるのかい。いけるね、ナイス、なんとかなりました。さあここ一体、生きてる、君すごいなあの高さから落下して、藤子ちゃん半端ねえ。これどういう感じ。穴に入る、穴から出る、金が邪魔してくれる。そんなことはない。穴に入る、なんだこれ、穴から出る、これどうなるんだ最終的に。ここで絶対捕まる。穴に入って最後ここから出るのが一番ベストか。このハンマーとかヘッドホンなんだこれ。鐘を鳴らしてあいつの足を止めるんだ。ってことはこの後これ取って、こう取って、待って、入る、出る、ヘッドホンする、鐘鳴らす、入る、出る。ダメだ、こうかな、これでいけるんじゃねえかな。見てみよう、早送りで見てみよう。まず入る、ハンマーをゲットする、そして出てくる、ヘッドホンをする、そしてまた穴に入る。違う、すると金叩けねえよー、うちこちゃんですね。入ったら出ちゃうんだよな。叩いたら入らないのか。信じよう、叩いて入らないことを信じよう。まず入ります、ハンマーを取る、先へ進む、出てくる、ヘッドホンをつける、金を、戦わざるを得まい、さらばだ
じゃあ入ろっかな。出るよ。あ、もう追っかけて来ねえのか。この辺は考える必要なかったようですね。私が最強だ。さあ、そしてルパンサイドに行きます。よっと、よいしょっと。あ、どうもどうもどうも、冗談です。こいつは困ったな。あー、すげえ。え、なんだこれ。ゴールは、ゴールどれ。ここにたどり着けばいいのか全然わかんねえな。ちょっと待ってね。どうすりゃいいんだ。マジでわかんねえ。は、意味わかんない。早送りしながら見てみましょう。これに乗り移ると、あー、別にあれか。ちなみにこれはすっ、わー、あぶ、あぶねーは、これやると窓枠にたどり着くとか。あー、おー、あ、へえ。入れ替えとかあるかな。ちょっとよく見てないな。凍っちゃうかな。あー、なるほど。気をつけて見てみよう。これでまずこう映って、ガッシャン、後ろからドカン、セイ、アップアップで、あっ、え、まあ入れ替えんだろうな。ここで、はい、これでガシャン、まずガシャンで、後ろから現れた瞬間、次どうすりゃいいんだよ。どうすりゃいいんだよ。動かせんのこれでしょ。え、どうすりゃいいの。これ入れる。とりあえずこれを入れてこっちに行って、あ、これでいける。はい、よいしょ。あ、いけたわ、よかった。むちゃくちゃだぜルパン。うわ、アクションが豊富だね。こりゃどうなってんだ。藤子ちゃんパートは足つかまれて、アタッシュケースをつかんで、金のところで何かする必要がありそうだな。これは？これならどうなる？足つかまれる。この野郎！このバカ野郎！紐ほどいちゃえ！いっちゃえ！よし、私の勝ちだ。なるほどね！これで、私が買い！こうだな、じゃん。多分これで良さそう。早送りしましょう。これでいけるでしょう。こいつはバッグを持って、ははん、おまぬけさん、いただきだ。すごっ、なんてパワーだ。やるな、このフワン、あはん、気絶しちゃった。お、一方その頃のルパンだ。いいね、このタイムラプス、タイムラプス時間がね、交差する感じはたまんないよね。今度は工場だな。レモン工場。なぜこんなところに。うわっと、警備員。よし、慎重に行きましょう。箱があるな。多分箱に隠れる的な感じじゃね。箱に隠れます。そして流れる、落ちる、うえぇ、バレた。とにかくオレンジだな。オレンジのラインに乗り続けるしかないってことは、オレンジに乗ってまずこうでしょ。落下しちゃう。ここで絶対どうにかなっちゃうな。どうせ入れ替えがあるんでしょ、どっかで。うん、
それを信じましょう。せい、入れ替えありますね。ああ、青いっちゃった。気づかないよもちろん。ただこれだとバレちゃうから、こうですね。はい、ああ行っちゃう。参ったな。あ、こうかな。これで乗り込めるんじゃない。ちょっとオレンジえい、あー入れる。はい、来た。ここ入れ替えポイントか。そうかそうか。ってことは、ちょっと待ってね。こりゃむずいな。これだとどうなります。ここも入れ替えポイントか。そうなるよな。これは良くない。ここで入れ替えできるかな。入れ替えがない。あー、この後これ気づいてない。ってことは入れ替えポイントを作りましょう。はい、ここで入れ替えさえすれば、はい、オレンジに乗る。あ、バレるじゃん。え、どうなんだろう、バレるかな。はい、あ、バレる。うー、いいとこまで行ったような気がするんだが、これのスルーの仕方がめっちゃむずいね。行きましょう。青ラインに乗ってあの箱をスルーする、それに限ると思います。よいしょ。でこの状態でこれで青ラインに、いやオレンジラインになっちゃうか。あ、バレてる。ああ動いちゃった。まあいいのか、これはいいのか。いや、よくねよくね。青ラインに乗っちゃったので一旦戻します。ああ、壊れた、壊れちゃったよ。入れ替えポイントがなくなった。かぶってオレンジになる。ってことはちょっと考えろよ。一旦これかな。入れ替えが行われる。こうかな。はい、かぶる。またオレンジ。永遠にこのループを繰り返すっていうのかい。僕は一旦いや意味ねえなー。これがねこれが下に動かせれば、これをとにかくクリアしないことにはってことなんでしょ。要はオレンジでしょ。めっちゃむずい。一旦これで、ふう、あー永遠だ、永遠にこれだわ。オレンジ、むずい。あ、来ました。 OK、 これでとりあえずこれでスルーできた。あの箱をどうにか取りに行かなければならない。青に乗ったから青が降りるポイント、これかな。青降りるポイントで降りて、はいはい、てい、オレンジ、オレンジ降りましょう。 OK、 これで、はい、合うかな。そんなことはない、見えないよ、見えないよ。よいちょ、よいちょ、よいちょ。やばい、メタルギアソリッド。あ、ま、ダメダメダメ。これでこうだ。間に合った、間に合った。イエス、イエス、イエス、ふう、
なかなかすごい入れ替え回数でしたね。時計台全然目的地じゃなかった。うー、事故じゃん。今助けに行く。待ってろよ、あの変態保安官が。この感じはターザンジャンプかな。一旦見てみるか。ジャンプ、ターザン、ターザン。うわー、つかめのこれでターザンしてこいつをぶっ倒すってことかな。でもこいつがやばいよな。ターザン、全然わかんない。はい、どうですか、ルールがわかんないよね。ターザン、掴める。ああ、下に降りて、あ、入れ替えあり、もしかして見てなかった、ちゃんと入れ替えありだ。この状態でとりあえずここまではたどり着きましょう。こっからだな。これかな、これでぶっ飛ばせる。すー、あら、よっと、さらたば、よいしょ、いける。だー、もう一段、これつかめってことか。なるほど、おもろ。だからこうだよね。はいはい、ちぎって着地、こいつを倒す。あれ、いいのか、この高さから。こうかな。はい、チョップ。で、このあと、このあとこうかな。と、いける。で、こいつをキック？そんなことはなかった！無理か。むずいな。こうやって、どれだ？先にこいつか。こいつを倒す必要があるか。で、これで、ほい。映る。映った後、もう一回これに映って。はい。ちょ、待って。次これじゃない？ほい。で、次これじゃない？チョップ！で、これ映って、いけるんじゃない？うい。私参上。ようやく会えたな。怠慢だ。のんき、藤子ちゃん、この状況でやんのか。おお、パンチパンチパンチ、よくわかんねえ。ガードガードかわす。ブロック、強力な、ノックアウトだ。おのれい、これはかわすか。強力な強攻撃はかわすしかないのか。ガード崩されるから。ブロック、大攻撃をかわす。普通の攻撃はうらー、カウンター。第2ラウンド、ファイ、蹴り、かわすかわす、こうかな。ガードに対してこっちの大攻撃が効果的だから、これを当てるためにハイキック。サンラン、ファイ、かわす、これでいいかな。まずはかわす。小攻撃はブロック、大攻撃はかわす、カウンター。腰抜け野郎が、千年早えんだよ。おや、もう終わりかい。藤子ちゃんはどこへ。あ、いたいたいた。嘘だろ、まさか。
やばい、こいつ持ってやがった。スミス&ウェッソン。うう、やめろ。あ、まさか。藤子ちゃん、ダメだったのか。船は出てしまった。うわー、藤子ちゃんにそういった過去があったってこと？凄まじい因縁だね。じゃあ銭形警部と。悲しい。まさかこんなオチが待ってるなんて。あれ、大人になった藤子ちゃん、奴だけは決して許さん。あれ、この手紙、おか、ああ、そういうこと、そういうことだったんだ。こいつスパイじゃない、殺し屋だ。この刑事を殺すために雇われた、長きにわたった復讐二部作でした。すげえこれはいい。この物語の閉じ方は素晴らしいですね。唐突な導入の物語かなと思ったら、ちゃんとワンツーで仕上げてきました。素晴らしい。そして何よりパズルの作り込みが本当に感覚的に気持ちいいのと、あと漫画のコマを入れ替えるっていう発想、これが本当に楽しいですね。ぜひ皆さんプレイしてみてください。僕は割と時間がかかってしまうタイプでしたので、皆さんどれぐらいのスピードでクリアされるんでしょうか。ぜひ体感してみてください。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もね、こんな面白いパズルゲームでお会いしましょう。アリベデルチ。